ある曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろして、ぼんやり発車の笛を待っていた。塔に伝統のついた客車の中には、珍しく私の他に一人も乗客はいなかった。外をのぞくと、薄暗いプラットホームにも、 今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶ってただ檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠え立てていたこれらはその時の私の心持ちと不思議なくらい。